さあ今日もですね始まりましたね、はい、強みシーンの強チューブね、強チューブこれお月1回やってるんですけど、まあ、今回はゲストで秋田大輔さんに来ていただきましてですね、自己紹介かな、秋田さんにしてもらっていいですか。そうですね、はい、有限会社ピーターパンの秋田と申します。仕事の内容は、店舗を作る仕事、工務店業をさせていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちなみに秋田さん、なんかあれですか、従業員数って何ですか。1名です。あ、1名、はい、やっぱりその強み生かして、ね、社員さんとも相互理解を図っていかないかなというのもあります。そうですね、従業員の福田っていう子がいるんですけど、福田くんも浅尾さん の, それに備えた受けられた、受けました。あ、めちゃくちゃですよ。一位着想やね。一位着想、その福田さんが、福田さん着想、アイデア、アイデンティティ、アイデアだから。そうです。 でもたまによくわからないことも発生します。でも受けたから、あ、あれ着想なのかなって思える。なるほどね。着想の人ってどうしてやるの、そう、なんですかね、創造的というか、うん、クリエイティブな感じがすごくあるからね。たまにぶっ飛んどうから話が分からん時もあるもんね。本当、彼の全て覚えてないですけど、ポジティブがあるんですよ。結構みんな2人で明るい生産性を上げていくね、はい、やってます。ちなみに浅野さん、秋田さんね、診断を受けたきっかけとか、受ける前のきっかけ、結構ね、うん、何年前ですか、3、4年前からずっと言ってたんですよね、うん、俺はストレングスファインダーっていうのを受けてるよって言って、ずっとちらほらこう教えてくれてたんですよ。あ、そうなんだ。あ、そういうのもあるんだぐらいだった。で、EG 検診、 EG 検診ありますね。あれ 先に受けたんですよ、はいはい、確か、うん、あ、じゃあ後でしたっけ、ストレングスファインダーの後だったかな。まあ、でもよく似てますもんね。そうそうね。ほんで、ストレングスファインダーの方が先やったのかな。うんうん、ほんで、なんか、で、EG でも似たような結果かなってやったんですよ。はい、まあ、いわゆる分析思考が僕の中にあるんですけど、はい、青が多いみたいな。ああ、なるほどね。分析型ですよ。うん、EG の青色の部分か。あれはな、まあ、どっちも素晴らしいあれやと思うんですけど、あ、なんかより信頼っていうか。あ、やっぱりそうなんやなって。ただまだ使い方までが分からないっていうかね。なるほどね。まだ全然使えてない。使えてない。例えば、秋田さんの特徴って何かこうあります？その5つ見たとき。5つでちなみに。調和性、ポジティブ、分析思考、達成力、社交性。うん、社交性ね。の5つですね。そう、達成力がね、やっぱりバーッとして、はい、それがコントロールできなくなっとるね。要はもう頼まれたことをこう調和性、こうバランス取ったり、ね、はいはいはい、ふんふん言うとったらタスクパンパンになっとったみたいな、ね、大変ですよね。達成力と調和性ってすごいですよね。大変ですよね、うん、いや、そうなんですよ。達成力ってどちらかというとタスクをこなすっていうようなパワーが強くて、ね、なんかずっとやり続けていかんとあかんって、ね、そうです。ある時カレンダー見せてみろって言われて、うん、で、いや、見る前から分かっとうけどつって、どうせぐちゃぐちゃやろって言われて、見せたら、これって言われて、年間スケジュール的な、いや、もう毎週のスケジュールが、すごいですよ、もう達成力まんまの、もう真っ黒になるね。あ、そうだね。まあ、先週のものですね。すごいですよ、これをせっかくするんやったら、もっと細かくね。ああ、要は取る、タスクをこなしたら気持ちいいことだから、うん、これだとちょっと大雑把すぎるねっていう。ああ、なるほどね。そうですね。いや、むちゃくちゃ忙しいっすよ。いや、ほんまにありがたいことにね。ただ、朝はセッションしてるときにね、タスクいらんわって言ったら、いらんのも何もあんたの強みやったらね。何も分からない。でもね、やっぱ達成欲しくても僕らもらえないんですよ。そうなんですよ、僕らもらえないんですよね。なんか浅尾さんから、なんか秋田さんの気づきとかってあるんですか？やっぱね、これね、まあ、5つ強みがあるじゃないですか。はい、5つ強みがあって、それぞれにエネルギーがあって、はい、価値観があって、はい、強みがあってするわけですか。
で、あの結局ね、ポジティブ社交性ってある太陽みたいな、はい、ね、その中で達成欲があって、はい、自分のコントロールがうまくできひんのやろうなっていうのはめっちゃ感じるんですよ、はい、だから普通、ポジティブとか、社交性が例えばなかったとしたら、はい、達成欲でうクソッとブワーってやるでできない時にそれにまた反省して、はい、まあ、仕事の効率化を図るんだと思うんやけど、どうしてもポジティブで、まあいっか、あのその、なんとかなるとか、はいはいはい、あの、反省しても切り替えが早いから、あ、そうですね、まあまあ、上手に、で、さっき、杉本さんが言っとったように、調和性と達成力なんで、しんどい思いますわ、僕も最あの調和性と最上志向なんで、うん、結構しんどいですよ、うん、そう、その、たくさんせなあかんけど、人のこの、頼まれたこともないがしろにできるというか、はい、うちの竹内とかの場合は達成感あるんですけど、はい、だったらもうそういう、緑の、人間関係構築力のところがないから、はい、ほぼ無視で進めるんで、あ、なるほどね、だから そういう人はそういう人でその達成欲を使いやすいというか、生かしやすい、そうですね、けど調整達成欲最上志向調整ってなってくるとこう、ね、生かすのがちゃんと自分でこの強みを理解していくと難しいのかなっていう。ほんまやね、うん、その組み合わせで全然違うっすね。そうなんですかね、うん、だからどうしてもそのセッションを来てる人の中でも例えば達成欲がズボーンって出てる人はやっぱりほっとっても達成欲が上手に活かす、だから5つ活かせてる人って少ないなと思うんですよ。あ、この5つの中の1個がズボーンって出て、ただ調和性がついてる人はどれもが出しにくそうやなみたいなイメージがあるんですけどね。もう調和性あるんでね、なんかあったさっきもちょっと分かりますわ。調和性めちゃくちゃ多いもん、他人に合わせてしまうんですよ。そうです、結構なんか通称我慢の才能って言われるんですから、調和性って、うん、だから秋田さんが欲しいのあっても他の人が欲しいって言ったら、ああどうぞどうぞって言ってもらうタイプでしょ。ああそうですね、僕もそうですね、うん、時間の馬取っても他の人がここ開けてくれやって言ったら、なんとかこの調整しようみたいなやってしまう。だそこら辺が調和性が結構周りに合わせてもらうところがありますよね。まあね、その調和性の方が多いから僕は助かるんですよ。僕はないんですよね、全く。ガチガチ僕も浅尾さん合わせるんで。そうですね。もう浅尾さんゴルフ行きたいって言ったら、ああもう合わせなあかん。いう感じでね、うまいこと。でも調和性ってでもあんまり敵は作らないでしょ、その代わり、ね、いやそうですね、まあ、うん、あのやっぱりなんていうか、悪い方で言うと嫌われたくないって思ってるし、ああそうなんですよ、争うことも嫌いしね、はい、うん、それが調和性だね、うん、だけど意見がね、まあ言えなかったし、はいはいはい、そうやってなんか意見言わなあかん時もあるんやろうなみたいな。でも実はね、秋田さんと僕調和性持っとしたら最後ぐらい話したらええと思うんですよ。みんなの意見をこうまとめて喋れるんで、だから総括とかはね喋れると思うんですよ、うん、だみんなの意見を反映しながら自分の意見をちゃんと言っていけるみたいなね、僕それはちょっと意識してますけどね、最後ぐらいと、うんうん、じゃあね、それが一番その伝わりやすいですよね、伝えるの上手だよね。そうだね、うん、秋田さんの場合はあの僕、まあ、長くおるじゃないですか、まあ、こうあのセッションの先生としてもそうだし、うん、普段もいるじゃないですか。多分ね、喋ることのタスク貼ってますよ。これ喋らんと帰れないぞみたいな。ああ、なるほどね。だからもうそのタスク取るまでは人の話聞いてないんで。だから緊張のせいの達成欲がガーンって出てきてもらうときなんだね。なるほどね。あ、それ喋りたいと思ったら、もうそれにタスク貼られるんで、喋るっていう。あ、もうそこが達成したい。そうそうそう。タスクこなしたくなるんで。そうそう、そういうことっすね。で入ったりとか、はいはいはい、もう調和性そこもぶち破ってます。ぶち破ってます。やっぱりね、達成の赤色って言ったらちょっと強めなの。そうだね、赤の中でもね、表、はい、に出やすい。そうそうね、やっぱり調和性とかって、ね、その表に出にくいじゃないですか。そうそうそう、ね、はい、人間関係構築力ってちょっと表に出にくい。そうなんですよ、ね、個別化とかね、はい、そうそうね、うん、でどうしても赤がこう全面に出てくるんですよね。強いのなんで、強いのが出てくるね。僕も活発性とか最上志向とか自我とかめっちゃ出るもんね。
思ってる。そうそう、だから調和性で調整しながら、例えばこれ先ゴルフの話だったら自我で必要とされたいそうそう、どうしても、もう用意するみたいな。朝尾さん、何時に迎えに行こうかちゃんとするみたいな。朝尾さんの診断を受けて、秋田さん、どう変わりました？なんかそれまでは、なんかこう、自分がどうしたらいいかわからんし、なんでこんなバタバタしとんやろみたいな感覚やったんやけど、朝尾さんの診断を受けて、変わったの。これセッションでまあまあの人が最近うとうらしいから、ね、最近見たで言われます。恥ずかしいんですよね。だから、あの、よう考えてしゃべってよ。うそうそう、本当にしゃべってください。もともと、まあ、今でもそう言いますけど、調和性とかが、社交性とかがあるから、もともと我慢強いというか、その、あんまり敵を作らないようにしてきたと思うんですけど、あの、受けてからより、あの、人に依頼が減ったっすね。あ、なるほどね。あの、まあ想像でね、あ、この人こういうどんな特性か知らないけど、うん、強みか分からないけど、あ、この人は僕と違うんだあっていうのはちょっと意識する。これを受けるだけで依頼が減ったのが一番です。これ素晴らしいですね。福田君、二人の会社ですけど、依頼がほぼない。はいはいはい。向こうも受けてくれてるんで、あの、もしかしたらそう思ってくれたなんですね、っていうのはあるっすね。あとは、なんていうか、自信を持って僕は、うん、そういう性格だ、そういう人間だって言えるんですね。うん、なるほどね。はいはい、今までこう、なよなよした性格とか、意見が言えへん性格とか、ええ顔するとか、はいはい、わかります。っていうのがあるんですけど、いや、自信持って調和性。まあ強くね、まあ、さっき言った性格も全部強みやもんね。そう、秋田さんの強みに入ってますから。そうそうそう。ね、そうだね。秋田さんによく怒られるんですけど、ついついポジティブなくてマイナスの方向で言っちゃうんですよね。なんか意見が言えないとか、うん、そっち系ですよね。逆に才能ですからね。で、我慢できん人とか、争い事を避けない人もいっぱいいますし、あんまりね、あの、達成できない人もいませんから。そうですね。だからそれはほんまに自分の強みだと思えるっていうのがすごい変わった、ね、変化よね。でも、うんうん、ね、ありがたいですよね。自分の当たり前は他人の当たり前じゃないねっていうのを意識できただけでもすごいですよね。でもだいぶストレスがね。そうです。それが一番大きいです。さすが澤先生ですね。いやあ、まあ、ちょっともうちょっと物足りないけど。まあまあ、三角の刺繍。もうちょっと言わないと。字があるからね。字がめっちゃあるんです。杉本さんとかやったら、めっちゃもう何言ってもええ風に返してくれる。いや、もう、もう素晴らしい。いや、もうありがとうございます。こうやって言われるのも僕、気持ちいいですけど。字があるから。そう、字があって、なんかね、あの、朝尾さんも僕も思ったんですけど、あの、あれですよね。あの、実際、こう承認欲求が強い人って思うんですけど、割とその人に影響を与えるために努力するんですよね。そうそうそう。意外に努力の人なんですよね。人に必要とされるための努力を惜しまないっていうのが違いなんで、ね、そうですね、うん。そういう形で、なんか僕らもそうなんですけど、秋田さんと共にね、やっぱり強みをこう生かしながらこう人生を送っていったらもっとね、楽しいかなと思いますよね。確かに。まあ結局。調和性っていうのがあっても、なんかその引き出しが多くないとこうね、はいはいはい、調和できへんすもん、ね。あ、わかりますわ。結局聞くだけで終わって、ね、終わってうずうずしながら終わるっていう、うん、そうなんやってなってね、うん、だからやっぱ浅尾さんはなんかやっぱりしっかり自分の意見を持ってはるからすごいなと思う。そんなことないですけどね。まあ、僕の場合調和性とかね、そういうその人とに合わすっていう、合わせれるっていう強みがほとんど下の方なんで、ずらないってます。合わせれないっていうのが正解です。合わさない。いやいや、でもこう意見がね、なんか浅尾さんとかね、なんかこう発言力強い人に言われたら僕そっちに行ってしまう時はないですか、調和性って。あ、そういう意見もあるんや、確かになとか、もともとちゃうかったのにそうなってくるんですよ、調和性ってね。僕だけかもしれないですけど、なんかすごいそれはありますね。
それちゃうやんかって言わへんもんね、僕ら。あ、そうやね、言わんね。そうですね、結構食事行ったり、誘われたりして、ほぼほぼ、まあ、仕事だったり、会社の話だったりっていうのがずっとあって、で、あの、パンってこう、いろんなこと教えてくれるんですけど、はい、わけわからんやつなんですね。はい、とか、それはおかしいと思うけどな、みたいな。はい、これ僕ずっと根に持ってまったりとか。ややこしいな。いや、その答えがわからない。その理由がわからない。理由がわからない。そのね。多分それ分析思考的なところが出てて、この理由を解決するまで、昨日あれって、いやもう一回どういうことですかみたいな。それほんますごいですよね。達成欲あって、分析思考あって、ね、調和性あったら。全部使う。ちゃんと活かせたら、すごいじゃん。めちゃくちゃ世の中もめちゃ役に立つじゃないですか。素直に聞けないといけないんですよね。そこそこだけは。ああ、確かに。戦略的思考ってまさにそうっすね。あれなんであれって思うかな。名前を取ったけど、ちょっとちゃうんちゃう。ちゃうんちゃうかっていうこともある。だけど、なんか、で、1年後ぐらいバーンハマるときになるじゃないですか。ほんで、あ、そうそう、忘れることじゃないですか。そんなこと言うか。いや、この辺は、サオさん言ってくれてっちゃう。みたいなのがあります。はいはい、あ、後でこう気づくとか。で全部聞こうとはするんですけどね。一回サオさんが来られたらね、お前ほんまに反省したのかみたいなのがあって。ほんで、これ受けたときに、ポジティブってそういうことも起こり得るみたいな話。ああ、そういうことだよね。だから持ってない人からしてみるならね、うん、早すぎてね、ポジティブの方はね、うん、立ち直りがね、そうだね、ほんまに反省そうだな、言います、言います、ね、ほんまにこう響いてないなとかね、ずっきょっとしそう思ったみたいな、結構、性格的には重く受け止めたりとか、うん、俺が悪かったんだって思ってるのに、うん、まあ、元気出そうとするじゃないですか、そうですね、反省しとか、言われたことがあるからね、ポジティブの人ってね、何だろう。自分で直せるんですよね。そうです、ね、精神的なものをこう復活させれるのが、セルフフィーリング、ヒーリングっていうかね、次の日には戻ったり、それこそね、落ち込んだままやったらあかんって自分で思ってもらうんですよ。だから、でも生産性全然違うって言いますね。落ち込む時間が少ないんで、やっぱ次のことまた挑戦するから、ね、下がりきらない、うん。だから世の中のお母さんで、その子供がね、僕らその基本的に二十歳過ぎてからこのテストできるじゃないですか、うん、でもその子供の時からの強みってもっとあるじゃないですか、あると思うんですね、でもポジティブのと子供さんに、うん、反省しとんかって言うとお母さんいっぱいあると思うんですよ、そうだね、うまいね、めっちゃ深いですよね、だからうちに来てくれるセッションのお母さんとか言ったら子供にこんなこと言ってなかったですか、ってあったら、まあ、その人いや分からないよ、テスト受けないか分からないけどもしかしたらポジティブを持ってたら、うん、その子はめちゃめちゃ反省して一生懸命復活しただけで、そうだね、でそれに対してあんたはもっとへこんどけ言うとと一緒、そうだね、反省してないなってね、ほんまにしてない子供もおると思うから、その辺が難しいちょっと分かんないですということで、もう大体今10分くらいですからね、はい、すいません、今日またこんな感じでまた第2弾とかね、うん、有田さんに来てもらってその後のどうなったかとかね、うん、追跡していけたらね、これ完璧に使えましたとかね、いろいろ報告にね、はい、来ていただけたら、はい、ぜひありがとうございます、じゃあ視聴者の皆さん一言いや、いろいろ強み診断みたいなあれはいっぱいあると思います、ストレングスファインダーめちゃくちゃいいです、ぜひありがとうございました、ありがとうございました、また次回、はい、これ毎回そうですね、小雪ちゃんとか平城も